どうもつぶつぶやです。九州をはじめ多くの地域で雨が降り始めます。そしてこの雨結構長く続きそうなので多分梅雨入りなので、それぞれ簡単ではありますが簡潔になるべく分かりやすく梅雨対策をお届けしていきたいと思います。長い雨が降りそうならまずはここに気をつけて、まずは何と言っても長雨に当てない。シュワシュワになった元気のない多肉たちに数時間雨に当ててあげたりすると元気になることもありますが、それが1日2日と続いていくと自分たちに蓄えられる水の量を超えてしまいます。そういった場合、葉っぱたちは下葉から徐々に溶けていく場合があります。なので長雨に当てない工夫をしてあげましょう。もちろん品種によって異なるので、花壇などで植えっぱなしの多肉たちが長い長い雨に当たっても元気に育つ場合もあります。もしもご自宅でもり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 増えた多肉たちがちょっと実験的に花壇などに植えて様子を見てあげるのは全然問題ないと思います。ですがご自宅にある大切な多肉、どの多肉も大切だとは思うのですが、数の少ない多肉たち、こういう多肉たちを長い雨に当てて溶けてしまった時ちょっとショックです。なので長い雨に当てずに管理してあげましょう。万が一下葉が溶け始めても復活する方法全然ありますので、その辺も動画にしていきたいと思います。つぶつぶ屋でもよく起こしがちな間違いなのですが、雨に当ててあげるとめちゃくちゃ元気になります。そしてその葉っぱふっくらプリプリになって絶好調に見えるのですが、その後来る晴れ間や雨上がりの時に高温多湿がやってきて蒸れて傷んでしまう、そういう場合もあります。なので下葉が溶けずにもり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 元気になっていて、どん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 雨に当ててあげようといろんな多肉たちを外に出した場合、次に訪れる晴れ間に要注意です。もしも意図せず長雨に当たった場合も鉢から全部取り出してこのようにめちゃくちゃ乾燥させてあげれば大丈夫です。風通しもマックスです。こうなってくると長い雨に当たった後でも結構蒸れずに、そして病気にもならずに乾燥してくれます。もしもポットから取り出して置く場所ないよという方は、鉢底に風通しがあるだけでもかなり土の乾燥早くなります。ズバリこんな感じ。もしくはこういったトレイをひっくり返して、はい、これでも大丈夫。とにかく何でも下に風が通るようにしてあげれば大丈夫です。その時に多肉と多肉の隙間を空けてあげましょう。それだけでもかなり風通しが良くなります。その時の間隔の空け方なのですが、ズバリ少しずつ開けてこんな感じと言いたいところなのですが、これだとせっかく優しい風がやってきてもぶつかってしまいます。なのでおすすめはこんな感じ。続いて遮光について、春の終わりから最近の真夏のような日差し、遮光されている方もとても多いと思います。ですが曇り空が長く長く続くとき、その遮光そのままだと徒長の原因になります。なので曇り空が続く予報、長雨が続く予報が出ていたら遮光ネットを取ってあげましょう。ただし日中の晴れ間が来るそんな日があれば、たとえ午前中雨が降っていても遮光をつけたままお出かけしましょう。さらに遮光をつけたり取ったりなかなかできないよという方、遮光率が 30% ぐらいならずっとつけていても大丈夫な場合が多いと思います。ただしその場合お水はなるべく控えめに、よほどシュワッとなっていない限り大丈夫だと思います。その時の水やりに微粉ハイポネックスを混ぜてあげるとかなりがっちりと育ってくれます。ただしお水のあげすぎや遮光ネットの遮光率が高すぎる場合はそれでも多肉たち伸びていくので、そこはご注意を。続いての注意点、近くに自然な環境のある方はこの時期特有のあの虫が出てきます。ズバリナメクジ。大きな被害に遭うことはあまりありませんが、それでも多肉たちの葉っぱをかじったりといたずらをします。なのでこういった
何でもいいのでナメクジ対策のお薬撒いてあげましょう。そうすることによってナメクジびっくりするほど数が減ってくれます。完全に見かけなるというのはなかなか難しいかもしれませんが、撒いておくだけでだいぶ数が減ります。続いて梅雨に起こることといえばやはり病気。病気というとピンとこないかもしれませんが、植物につく病気の多くがカビ菌の仲間。カビが出やすい季節ということで、そういった病気もちょっと出やすいです。特に高温多湿の多湿がぐん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 広がって、鉢の中の土が湿りっぱなしで風通しがやや少ないとどうしても起こってしまいます。それでも株がめちゃくちゃ元気なら自分たちの力で跳ね返して病気にならないことも多いのですが、病気が出たときはこういったスプレーをかけてあげましょう。こちらのタイプのベニカは予防になります。なので病気が出た後にシュシュッとかけてその病気をぐっと抑える効果はないのですが、さまざまなカビ菌の仲間による病気になった鉢をポットから抜いてあげて風通しのいいところに置いてあげると、それだけでも止まることがとても多いので、その風通し良くなった鉢にかけてあげると驚くほど効果があります。次から次へと増える菌を抑えてくれる。予防の効果だけでもかなりバッチリ効果がある、そんな感じです。ですがこちらは菌をやっつける効果と予防両方兼ね備えているので、なるべくこちらをかけてあげることをお勧めします。一工夫でこちらでもめちゃくちゃ効果あります。散布の注意点なのですが、しっかりと裏面の説明などをお読みください。手袋とマスクは忘れずに。先ほど紹介したお薬でも大丈夫なのですが、多肉たちが増えてくると散布する薬の量も増えていきます。そういった場合は専用のお薬を作ることをお勧めします。かなり経済的ではあるのですが、ちょっと一手間かかります。薬についてはまた改めて動画にしますので少々お待ちください。過去にも動画をお届けしていますので、今すぐちょっと薬作りたいなという方はそちらをご参照ください。ということで今回は梅雨になった時の注意点いろいろお届けしました。いやー、雨が降り始めるとちょっと多肉たちが心配なことが増えますが、梅雨ならではのいいこともたくさんあるので、そういったところを楽しみながら多肉を守ってあげましょう。はいはい、どうぞ。多肉を愛する人間側は何に気をつけたらいいですか？多肉を愛する人間側は注意することはまあいろいろあるんですよ。実はいろいろあるんです。例えばですよ、1個目で言うと雨に濡れている多肉めっちゃくちゃ可愛いんで、もうツヤツヤのピカピカですよね。ツヤツヤのピカピカです。なのでついつい雨に当てたくなっちゃいます。そこをまずは我慢しましょう。そしてあとはまあいろいろあるんですけど、どうしましょう。雨が降り始めて外に行って多肉たちを守ってあげるときに、やっぱり両手を使うので傘はささないですよね。傘はささない、びしょびしょになります。健康管理に気をつけましょう。ズバリ健康管理。あとですよ、雨が降ったら水を。ありがとうございます。いえいえ、こちらこそ。それでは頑張って梅雨を乗り越えましょう。